そのビデオって何が映ってるの？ユキコは見たんでしょ？じゃあいいじゃない、話してくれたって。え、冗談、私は見ないよ。昨日ね、変な夢見て、井戸が出てくるの。すごく古い井戸で、縁のところが一箇所欠けていて、中を覗き込んでも真っ暗で何も見えないの。その家は誰も住んでいないみたいで、私は中に入っていくの。そこはひどく荒れ果てていたの。階段があったから登ろうとすると、なんだか絶対にここを登っちゃいけないって、そんな気がして動けないの。須藤先生。はい。なんか新聞社の方が、あちらの部屋。すいません。中央日報の宮地と申します。はい。11年前に担任をされた山村貞子さんのことで。本当に貞子さんの写真ないんですよ。ご覧になりますか？あの子は入学が少し遅れて、お母さんが亡くなってからすぐにお父さんに引き取られて島を離れましたから。生間平八郎博士。ええ、確か2学期の途中までしか。貞子さんはどんな子でした？頭のいい子でした。とても綺麗で。山村家にも行ってきたんです。全然取り合ってもくれませんでしたが。お母さんの静子さんのことで随分騒がれましたから。あんな亡くなられ方で。貞子さんにはそういう力はあったんですか、母親のような。それはただ子、海をひどく怖がって。海？その子たち海で死んだんです、14人も。水泳の時間にクラスで浜に出たんです。サダちゃんはその時もひどく怖がって、海に入ったらみんな死ぬって。ダメだ、行く間の行き先は誰も知らない。宮地、サダちゃんだけは海に入らなかったんです。
一人だけ浜にしゃがみ込んでじっと海を見ていて、そしたら急に沖の方から子供たちの悲鳴が上がって、もし生まれ変わることができるなら、それが神に逆らうことであっても、私はあなたのそばに、あなたと一緒にいたい。すべてが夢ならば、夢から覚めたときあなたがいてくれれば。でも朝の光は私の本当の姿を照らし出す。はい、もういいよ。ケンジ、昼飯入れますんで、一時開始でお願いします。愛子さん、最近調子悪いな。そうかな、重森さんがイラついてんだよ。ねえ、お昼どこに食べに行く？別にどこでもいいよ。もうつまんない人ね。何なのよ、なんでそんなにジュージューいるのよ。気持ち悪い。そういえば彼女が来てからだな、重森さんと愛子さんがギクシャクし始めたの。え、どういうこと？あ、いや、なんとなくそう思っただけだよ。でも貞子って私なんかよりも熱心だし、嫉妬しちゃうくらい綺麗だけど、ちょっと変わってるよね。うん、どうですか、東京には慣れましたか？ええ、うん、この間はメジャートランキライザーの注射をしてみたんですよね。どうです、まだ変なもの見えます？いいえ。やっぱり神経ってことでしょうね。そういうのはね、心因性のもんなんですよ。お芝居を始めてから楽になった気がします。あ、そう。
確かに演劇には精神療法的な面がありますからね。どう？劇団は楽しい？お芝居が一番の薬とはね。さあ、だこ。あんまり研究熱心すぎると本当に嫌われちゃうよ。はい。はい。失礼します。衣装作ろうときました。そこかけといて。はい。愛子、最近顔色悪いよ。大丈夫？あの子が来てから。誰？ああ、貞子。あの子の後ろに何かが見えるの。いつものあれ？それに井戸。井戸？最近よく嫌な夢見るの。井戸のある古い家に入っていくと、そこには2階へ上がる階段があって、でもそこから先にはどうしても怖くていけない。何？その夢私も見た。近くの川で今朝方発見されました。行方不明になられたお嬢さんと特徴が。顔に傷が。先生！彼女なんですか？ハンナ！君は見ない方がいい。娘は誰よりも君にあの醜い傷を見られるのを悲しんだんだ。たとえどんな顔になっても僕は無理にでも彼女を病院に訪ねてればこんなことには。自分を責める。間違いありません。娘です。お気の毒です。これでよかったのかもしれない。娘はあの不幸な事故に遭った時すでに死んでいたのです。先生、先生、私の娘をご存知ありませんか？先生の病院を退院してから今日で4日も行方がわからないんです。病院の門を一歩外に出れば患者は私の手を離れる。娘さんがどこで何をされているか私には知る由もない。しかし今朝方川で死体が。ひょっとして。残念ながら死んだのは私の娘です。何ですって。同情してもらいたいのは私の方です。葬儀の準備があります。皆さんこれと引き取りを。せめて今日一日は娘と二人きりに。はい、オッケー。じゃあ次2幕いくぞ。ちょっと休憩。はい。
愛子？愛子？久野先生は生間平八郎博士のお弟子さんとか？ええ、そうなりますが、ただ例の超能力研究はちょっと、まあ、あの学説は博士本人が否定されたわけですから。先生も否定なさるわけですね。ええ、もちろん。聞いていただきたいものがあるんです。博士が追放されるきっかけになった公開実験のことはご存知ですよね？ええ。人が死んだことも。実験とは無関係ですよ。あの時の録音テープです。敵中。敵中。いかさまだ。これは手品だ。しかも低級な手品だ。俺は騙されんぞ。イクマ博士、あんた騙されてんだよ。このテープだけに録音されていたんです。どう説明できます？いや、死んだのは一人じゃないんです。この12年、みんなあそこにいた人たちなんです。実験に立ち会った記者たちが一人残らず。生間博士が今どこにいるかご存じありませんか？いえ。娘の貞子は？知りません。したがって葬儀の日程もまだはっきりしない。ちょっとみんな来てくれ。愛子を失った打撃は非常に大きい。だがいいか、みんな、今回の公演はもう何としてもやり遂げる。それは分かってます。いや、愛子もそれを望んでると思うんだよ。そこで一つみんなに聞いてもらいたいんだ。愛子の代役はまだ研究生だが、山村貞子に決めた。以上だ。重森さん、重森さん、大丈夫かな。どうして定かなんないな。気にしない方がいいよ。もしもし、もしもし、君は誰なんだ。どうしていつも何も言わないんだ。アンドレ、
君なのか、アンナ。どうなるか分かってるの？アンドレにかけたのか。お前はあの事故で死んだんだ。そしてもうすぐ新しく生まれ変わる。生まれ変わる。そうだ。もし生まれ変わることができるなら、それが神に逆らうことであっても、私はあなたのそばに、あなたと一緒にいたい。すべてが夢ならば、夢から覚めたとき、あなたがいてくれれば。でも朝の光は私の本当の姿を照らし出す。それでも伝えたい、愛していると。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ。貞子、これはじゃないか。きっといい舞台になるよ。ありがとう、遠山さん。見ないで。違う、私じゃない。貞子、何が見えたんだ。遠山。はい。あんまり時間がないぞ。準備済んだのか。いえ。あなたの前徹夜しててもやるんだな。はい。どうぞ。ここのきっかけだけどね、明かりが入ってワンツーでセリフ、まずテンポを上げて、もちろんこうテンションをこう維持したまんまでね。お疲れ様。これちょっと聞いてくれないか。何？聞こえるか。何なのこれ。あゆこさんが死んだ時にかけていたテープだ。ダイビングした時はこんなノイズ入ってなかった。どういうこと？後から入ったの？今の殺されたって言ってない？一雨来るのか。母親か。
死んだのか。帰ってください。お前を一流の女優にしてやる。俺ならそれができる。今夜はもう遅いでしょ。泊まってきなさい。そうだ、それがいい。でも困るんです。今夜は友達と。まだいたの？遠山さん待ってんでしょ。貞子の衣装直さなきゃならないから。そんなの貞子にやらせりゃいいじゃん。一番新米なんだから。役好きの人にやらせるわけにいかないよ。どうでもいいけど、最近貞子と遠山さん雰囲気おかしいよ。気をつけた方がいいんじゃない？お先に。お疲れ様。くん、貞子見なかった？いや、なんかおかしいの。
貞子か。やっぱりあなたが持ってったのね。どうしてこんなことするの？私が？とぼけないでよ。よせよ。カオルさんの言った通りよ。この子が来てから。よせ。ごめんなさい。時々自分が何をしていたか覚えていないことがあるの。昨夜も重森さんが部屋にやってきて。覚えてないの？貞子、話してくれないか。お前は何を怖がってるんだ。私のそばに誰かいるの。今もいるのか。その誰かは知らない人じゃないの。昔会ってたような。でも子供の頃のことも途切れ途切れにしか覚えてなくて。何かそこでとても怖いことが。お母さん、お母さん、私は誰の子供なの？うなされてたよ。気を失ってたんだ。覚えてるか。コーヒーしかないけど。貞子、ここには何もいないだろ。どうした？貞子！すいません。はい。久野先生は？あ、久野先生。はい。こちらの方が。私、山村貞子さんと同じ劇団の立原悦子と言います。なんだ。先生は貞子さんの一員でいらっしゃいますよね。すいませんが、忙しいんで。先生。
うちの劇団先輩が一人死んだんです。突然貞子が来てからなんか変なことが次々と起こるんです。教えてください、貞子には何か特別なことがあるんですか？とにかく私の立場からは何も言えませんので。遠山くん、お願い、貞子から離れて。今日保護者っていう人に会ってきたの。やっぱり貞子は何か隠してるのよ。俺には何にも隠してない。そうかしら。重森さんの様子がおかしいの。あなたも気づいてるでしょ。みんな噂してる、貞子のせいだって。重森さんだけじゃない、愛子さんが死んだのも貞子のせいだってみんな言ってる。貞子は普通じゃないのよ。出てってくれないか。あそこにいるのが重森ですから。どうぞ。すいません。はじめまして、中央日報の宮地と申します。初日前日のお忙しいところ申し訳ありませんが、お時間をいただきましてありがとうございます。どういたしまして。今回の新作仮面について伺いたいんですが、新人を抜擢されたとか。もうあの子ですよ。もし生まれ変わることができるなら、それが神に逆らうことであっても。話を聞いていいですか？どうぞ。貞子。
なたが山村貞子さん？ちょっと話を。宮地、あの子だ。名前を聞いといて、連絡先も。はい、ご苦労さん。じゃあ戻ってきて。ありがとう。すぐ。はい、分かった。はいはい。どうも。はいはい。あ、宮地、大島からお客さん。どうしてわざわざ？こないだ訪ねていただいたときにどうしても言えなかったことがあって、今まで誰にも話せなかったんです。山村家のことなんです。貞ちゃんが入学してから一度だけ山村家に伺ったことがあって。その頃はもう静子さんは普通じゃなくなっていて、気がついたら山村さんたちを見失っていたんです。そこから何か這うような音が聞こえて、恐ろしく思えて、今日学校に来るのはどっちの貞ちゃんだろうなんてバカなことばかり考えて、どうだった？見てみろよ。この劇団はもう呪われてるのね。私を撮った写真は？公開実験で死んだ連中だと思わないか。最初に死んだあんたの婚約者も。イクマは観念は生物なりと言ったんだ。人間の思念はエネルギーになり得ると。だがそれだけなのか。もっと別な力を貞子は呼んでるんじゃないか。もう一人。どの道こんな話記事にはできないぞ。初めから
記事にするつもりはないわ。今までありがとう。写真を撮られるのはそんなに苦手か。お前の母親が誰かやっと思い出したよ。あの騒ぎはよく覚えてる。お前の母親は公開実験で人を殺した。お母さんにそんなことは。愛子が死んだのは偶然じゃない。お前は女優になるためなら何でもする女だ。そうか、12年前もお前が殺したのか。俺はそういう女を探してた。理想の女優だ。貞子、俺を殺す気か。そんなに遠山がいいのか。死ぬ時はお前も道連れだ。今の話を全部ぶちまける。お前は生きていけない。お前は俺のものだ。じゃない。やめろ。重森さん、お前ら。しないと。しっかりして。遠山さん、ちょっと待って。傷が塞がりかけてる。こんな出血で。
子さん、取材にお邪魔した宮地と言います。協力してほしいことがあるの。朝になれば重森さんが見つかる。自首するよ。ダメよ。俺は貞子を晒し者にしたくない。やめて。他にどうしようもない。暑いな。さっきからそうなの。テレビですよ。寒くないかな。うん、おじいちゃん今お水持ってくるからね。ちょっと待っててよ。終わったわけじゃない。重森さんはうちにもいない。どうするんです。今さら中心できるか。やるしかないだろう。公演が終わったら二人でどこか遠くへ行こう。心配ない。舞台をやり遂げるんだ。
綺麗だ。大丈夫。女の子が触ったら、突然立ち上がったんです。おじいちゃんお願いします。いや先生、君は見ない方がいい。娘は誰よりも君にあの醜い傷を見られることを悲しんだ。たとえどんな顔になっても僕が無理にでも彼女を病院に訪ねてればこんなことには。自分を責めるな。間違いありません。娘です。お気の毒です。これでよかったのかもしれない。娘はあの不幸な事故に遭った時すでに死んでいたのです。先生、先生、ちょっと来てください。私の娘はそこにあります。先生の病院を退院してから今日で4日も行方がわからないんです。病院の門を一歩外に出る。患者は私の手を離れて。重森さんが死んでる。娘さんがどこで何をされているか私には知るよしも。貞子よ。しかし貞子がやったのよ。ちょっとして幕が降りたら逃がしちゃダメよ。残念ながら死んだのは私の娘です。葬儀の準備があります。皆さんこれでお引き取り。遠山君、結城さんが呼んでるわよ。なんかあったみたい。きっかけなら私わかるから。頼む。
的中。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 Take two. Take two.どうしたの？分かんない。敵中。あいつか、お前何を。あなたは貞子の全てが知りたいんじゃないの？ちょっと、敵中。あの着物の人、貞子、やめろ。やめるんだ。君には素晴らしい力がある。落ち着け。落ち着くんだ。貞子、落ち着くんだ。何もしないから。お願い、やめて。
違う、私じゃない。私が殺すつもりだったのに。でもまだ終わってない。あなたたち井戸の夢を見たでしょ。貞子はもう一人いるのよ。そいつを殺さない限り呪われて死ぬのよ。熊は貞子を育てた。でもそれとは別の場所にもう一人をかくまってるはずよ。それはどこなの？多分そんなに離れてはいないわ。カオルさんは悦子さんたちを見てて。貞子を殺しに来たのか。
貞子は一人だった。だが途中で二つに分かれた。片方は母親に似ていた。もう片方は多分あの子の本当の父親に。母親はそれを見て気が狂った。薬漬けにして成長を止めるしかなかった。まさか貞子を連れてきたんじゃ。しっかりしろ。人間たちが追ってきたの？遠山さんは逃げて。ダメだ、一緒に逃げるんだ。早く
私から離れて。何言ってんだ。私遠山さんを逃げて逃げて。貞子ダメだ、そっちに行っちゃ。何する気だ。来ないで。私はもう愛してる。逃げるのよ、カオルさん！
げるのよ。早く逃げるのよ。貞子、やめるんだ貞子。するのよ。家に帰ろう。
これで気分が落ち着く。お父さん。うん。私の本当の父親は誰なの？何を言ってるんだバカなこと。父さんに決まってるだろう。そうよね。お父さん。貞子、もう終わりにしよう。父さんもすぐ後を追う。父さん。許してくれ、貞子。許してくれ。貞子。貞子、貞子。うなされてたよ。
終了。